ダイエット、ダイエットの近道とは。はい、皆さん、ダイエットしようと思った時、どんなダイエットに挑戦しますか？一昔前だとカロリー制限が主流でしたし、近年では糖質制限がメジャーになってきたり、最近は16時間断食ダイエットやプロテインダイエットというのも出てきましたよね。いろいろなダイエット法が次から次へと現れてきて、一体どのダイエットが正解なのと困ってしまっている方も多いと思います。また、実際にこれらのダイエット法にチャレンジしたけど痩せなかった、かえって太ってしまったなんて方もいるかもしれません。この YouTube にも、あのダイエットはどうですか、このダイエットしたけど痩せませんでしたなどをコメントいただくことも多いです。そこで今回はダイエットの疑問まるっと解決します、ダイエット講師が教える本当のダイエットというテーマでお伝えをします。この動画を見ることで流行り廃りに振り回されない正しいダイエットがわかると思いますよ。では今日のテーマいきましょう。ダイエットの疑問一つ目です。カロリー制限&糖質制限ダイエット。そもそも皆さんはカロリー、糖質って一体何か理解できていますか？カロリーとはエネルギーの単位のことです。そして人が生きていくためにはエネルギーが必要、つまりカロリーというのは生きていく上で必ず必要なエネルギー源のことですね。カロリーって聞くとなんか太りそうって思うけど、エネルギーって聞くと必要って思いますよね。本当は同じなんですけれども、このエネルギー源となるカロリーは主に三大栄養素と呼ばれる糖質、脂質、タンパク質から摂ることができます。ということは糖質というのはカロリーのうちの一つということですね。すなわちカロリーの一つである糖質を制限することもカロリー自体を制限することも大きな意味では同じです。また太ってしまう主な原因というのは糖質の摂りすぎと糖質×脂質の摂りすぎとも言われています。よってカロリー制限、糖質制限というのはどちらもダイエット効果があると言えます。ただ先ほどお伝えした通り、カロリーというのは生きていく上で必ず必要なものなので、極端に制限するとリバウンドや健康を害するリスクがあるんです。極端にですよ。特にご飯などの良質な糖質を制限しすぎると便秘や肌荒れなどのトラブルが起きる人が多いです。他にも三大栄養素、カロリー源の一つであり筋肉の材料でもあるタンパク質が不足すると代謝が低下してかえって太りやすくなると言われています。なのでカロリー制限がダイエットに効果的とはいえ、タンパク質はしっかり摂ることが大切。とはいえタンパク質ばっかり摂っていても痩せることは難しくって、代謝のいい体を作るにはビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養も必要です。では痩せるためには具体的にはどういった食事を摂ればいいのか。それは定食の形ですね。例えばですよ、魚や肉などのタンパク質が摂れる主菜、野菜などが摂れるサラダ、キノコや海藻などが摂れる汁物、ご飯などの主食、こういった形ですね。こうすることで糖質や脂質の摂りすぎまず防ぐことができて、タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維などの必要な栄養はしっかり摂ることができます。定食の形の食事で気になりますよね。こちらに詳しくご紹介しております。ダイエットコースのリアルご飯に密着、1週間で体がみるみる変わる食べ痩せ献立7日分のお食事です。こういった Vlog 系の動画は結構私の1週間とか1日の3食の食事とかいろいろ載せているので、また参考にしてみていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきますね。ダイエットの疑問2つ目です。16時間断食ダイエット。最近よく聞くようになってきた16時間断食ダイエット、皆さんの中にも実践している方がいらっしゃると思います。よく質問でいただくんですね。これはその名の通り、16時間は何も食べない時間を作るというダイエット、こうすることでオートファジーが働いて代謝アップすると言われています。ちなみにこのオートファジーとは何かというと、古くなった細胞を内側から新しく生まれ変わらせる体の仕組みのことです。つまり細胞から生まれ変わるためダイエットだけではなく美容や健康にも効果的
ということで話題になっているんですね。先ほどもお伝えした通り、これまでのダイエットはカロリー制限や糖質制限など食べるものの量や内容を制限する方法が主流でした。一方、16時間断食ダイエットは何を食べるかよりも食べない時間を増やすことに重きを置いた食事法だと言われています。しかし8時間の間に食事を終わらせるのって正直かなり難しいことではないでしょうか。だって朝7時にご飯を食べたら最後の食事は15時ですよ。朝ごはんを10時に食べたとしても夕飯を18時です。ちょっとね、厳しいですよね。お仕事してたりとかするとね、かなり難しい方法かと思います。ということで、私がおすすめしたいのは半日断食ですね。つまり12時間食べない時間を作る方法です。例えば朝7時にご飯を食べたら夕飯が19時、これならできそうじゃないでしょうか。実際12時間断食でもオートファジーの効果はある程度得られることができると言われています。もちろん何を食べるかによってね、あとまあ体質とかによっても効果は変わってきますけれども、また12時間食べ物が体に入ってこないときちんとね、内臓を休ませることができるんですね。寝ている間の脂肪燃焼効果っていうのも期待できます。さらに夕食の時間も自然と早くなるので睡眠時間がたっぷり取れたりとか、質のいい睡眠も取れると思いますよ。なぜなら睡眠時に消化活動が活発になっていると睡眠の質って低下すると言われているからです。皆さん寝る前に小腹空いてますか？それかね、お腹いっぱいの状態ですかね。ちなみに食欲と睡眠には深い関係がございまして、というのも睡眠の質が低下したり睡眠不足になると食欲コントロールのホルモンバランスが乱れて食欲がアップしやすくなると言われています。過去看護師をしてきた頃の私も夜勤などで睡眠不足となることが多かったので、まあ、確かに食欲が暴走しがちでした。他にも睡眠不足となる脂肪燃焼ホルモンと呼ばれる成長ホルモンが分泌されにくくなって脂肪が燃焼されにくい体になってしまったり、体はエネルギーの消費を抑えようとするので食べたものを脂肪として溜め込みやすくなるんですね。まあ、こういった点からも痩せ体質を作るには半日断食を行うことがおすすめです。ダイエットの疑問の3つ目です。筋トレ、プロテイン。最近女性の間でがっつり筋トレしたり、こういったプロテインを取り入れている方も多くなってきましたよね。こういった影響があってか、コンビニでもプロテイン飲料やプロテインバーなどが販売されています。ただやっぱり痩せるためには筋トレだとね、安易に手を出すのはちょっと待った。なぜなら食事というベースが整っていない上でハードな筋トレをするとかえって栄養不足となって食欲が暴走しちゃう方めちゃくちゃ多いですよ。なぜなら運動というのは栄養を使って行うものだからです。また筋肉っていうのも栄養を使って作っていくものです。また筋トレしたご褒美にお菓子に手が出たりかえって食べ過ぎちゃう方も多いんです。まあこれは過去の私なんですけれども、まあ、さらに最近よく見かけるのが、筋肉を増やして代謝をアップするためにはプロテインなんだよねと、それほどトレーニングしていないのに3食の食事にプラスしてプロテインを摂っている人。実際結構がっつりしたトレーニングをしなければ、結構過重トレーニングとかね、筋肉を破壊するようなトレーニングをしなければ筋肉っていうのはなかなか増えないです。なのでプロテインを摂っただけでは筋肉は増えません。なので活動量の割にプロテインを摂りすぎてしまってかえって太ってしまう人すらいるんですね。あとプロテインも摂りすぎるとやっぱり代謝に負担がかかったりだとか、腎臓とか内臓にも負担がかかってきます。ちなみに一般的な活動量の場合、3食の食事でタンパク質が摂れていれば、プロテインが必要な人はほぼほぼいないのではと思います。加えて先ほどお伝えしたプロテインドリンクやプロテインバーには甘味料結構たっぷり使われていたりだとか、お菓子と変わらない商品もね結構多いですよ。そのためまず先ほどお伝えした定食の形で栄養バランスが取った食事取れるように意識する、ここから始めてください。それとともに質
ストレッチやマッサージ、入浴などで血流をアップすることがおすすめです。なぜなら血液には体の各器官に栄養を運んで、体に溜まった老廃物を排出させる役割があるからです。つまり血流が良くなると栄養が十分に行き渡って、不要なものが排出されやすくなるので、代謝がアップするんですね。ちなみに入浴すると血流が良くなるだけではなく、筋肉がほぐれるので、入浴後はマッサージやストレッチ効果が高くなると言われていますよ。こうすることで効率的にダイエットを進めることができますね。また血流アップのためには水分をこまめに摂るっていうことも大切です。なぜなら水分は血液の材料であって、脂肪を燃焼させる、栄養を分解させるなどの代謝にも水分が必要と言われているからです。そのため水分を取らずに体重を減らすのではなく、脂肪を減らすために水分を摂取するということを意識してくださいね。ちなみに1日に必要な水分量は体重 kg×30ml だと言われています。体重 50kg の方ですと 1.5 リットルですね。はい、皆さん水分取れていらっしゃいますでしょうか。このように無理な筋トレやプロテインを取り入れるより、まずはお風呂上がりのストレッチとかマッサージ、水分摂取を習慣化してみてくださいね。これらのことが習慣化できた上で筋トレを取り入れた方がよりその効果を感じることができると思いますよ。空回りしないためにもね、まずは基本の基ですね、ここをやっていってくださいね。いかがだったでしょうか。本当のダイエット、ダイエットの近道とは、これまで長年言われてきた当たり前のような正しい生活習慣のことなんですね。今回お伝えしたことは、人が突然変異などしない限り、永久不滅のダイエット法だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、松田理恵でした。今日もごちそうさまでした。じゃあね、バイバイ。